申し込む。羽生&フェルナンデス親密関係が話題、ブロマンスの効能。熱戦の幕を閉じた平昌五輪では同性愛公表の選手が相次いだ。フィギュアスケート団体金メダルのエリック・ラドフォード選手33イコールカナダや、銅メダルのアダム・リッポン選手28イコール米国など、エルグッドへの偏見は薄まりつつあるとはいえ、世間的にはまだまだ受け入れられているとは言えない状況。それだけに公表に対し賛辞の声が相次いでいる。米国の調査では、エルグッドは全体の約 3.5%。 平昌五輪には過去最多2925選手が出場したため、米国の割合で見ても単純計算で100人のエルグッド選手がいることになる。そのエルグッドだが、過去の例を見ても圧倒的に目立つのがフィギュアスケートの選手たち。2大会連続金メダルの羽生結弦選手23の周囲にもゲイと呼ばれる人たちは多い。コーチであるブライアン・オーサー氏56や、振り付けを担当したジェフリー・バトル氏35だが、その影響もあって、ただでさえユニセックス的なところがある羽生選手もゲイではないかといった間違った風聞が流れている。ただ、フェイスタイム電子版は、羽生選手とは特に仲のいいスペインのハビエル・フェルナンデス選手26との関係について、ブロマンス、ブラザーとロマンスの掛け言葉と表現している。ブロマンスとは、性的な関係のない友情を超えた同性との絆のことだ。熊野プーさんに熱烈な愛を注ぐユズル羽生は、スペインのハビエル・フェルナンデスとのブロマンスのおかげでインターネットの心も掴んだ記事でこう紹介している。ブロマンスは日本の漫画でもよく描かれる題材。西郷隆盛が年下のイケメン山田賢治初代司法大臣を好んだように、羽生選手と宇野昌磨選手20の関係もこれに近いのかもしれない。古代ローマの頃は戦場で戦士たちがこのブロマンスを築いたとされます。敵に攻撃され命が危うくなった時の火星の本気度も違ってくる。苛烈な環境にあるアスリートの世界も同様で、よりパフォーマンスを高めることにブロマンスは有効になります。明大講師の関治氏イコール心理学、美しき友情が今回の金メダルにつながったようだ。